エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は3月19日から25日までのジェネラルリーディングで C のカードを選ばれた方へのメッセージです。はい。C はグラウンディングのですね、スモーキークォーツでしたね。はい。本当に素晴らしい石ですね。スモーキークォーツというのは、いろんな種類があるんですけど、もともと水晶ですよね、クォーツというのはね。それに自然の天然の放射線が当たってですね、ラディエーション、起こしてですね、色がつくんですね。で、先ほどちょっとお見せしたのが、この私の宝物の石なんですけど、これはブランデンバーグというところの水晶で、ちょっと特別な石なんですね。で、ここにちょっと見えませんけど、虹が入ってましてね、ここにハイドロといって、昔の水がこの中に入っているんですよね。本当小さいですけど、これはね。で、私にとってはとても大切な石なんですけど、他にもですね、もう一つ、ここにスモーキークォーツ、こういうのがあります。これは私の、なんていうんですかね、祭壇っていうかね、アルタを作るときにこれを中心にしてグリッドを作ったりするんですけど、あ、これも本当に素晴らしいエネルギーです。で、やっぱりね、地球のその自然の放射線を浴びてできるエネルギーなので、で、スモークっていうのは、煙というのはやっぱりすごい浄化のエネルギーもあるんですよね。で、本当に地球のとしっかりとつなげてくれるグラウンディングするエネルギーなので、このカードが来た方は、今もう一回ね、ちょっとね、グラウンディングが必要ですよという意味だと思います。で、どっから言っていいかな。7つのチャクラってあるじゃないですか。ベースチャクラ、クンダリニが入ってくるベースチャクラからですね、第1、第2とこういって、第7チャクラ、クラウンなんですけど、その上にはまた、また直接体にはつながってませんけど、その後ろにくっついてはいませんけど、そのもっと上に、別のチャクラもあるんですね。それと同じように、足の裏の下のところにですね、スターベースチャクラっていうのがあるんですね。で、そことですね、よく瞑想するときにですね、目をつむって、宇宙の中心をちょっと想像して、そこから光が降りてくる。金色の光とか銀色の光とか紫色の光とか、その時に合わせてですね、光の色も変えていいんですけれども、で、それがクラウンチャクラのところから入っていって、今度は自分の足を上から見てるような感じにイメージしてですね、そのエネルギーがずっとこの背骨のチャクラが通って、で、下に流れていって、今度はアースベースチャクラのところを通ってですね、地球の内側にあるインナーサンという、アースインナーサンといって、地球の内側にある太陽とつながるという、そういう瞑想をよくします。で、本当にですね、宇宙と地球と自分がつながっていく、そこでエネルギーの流れがあるんだっていう瞑想をするとですね、非常にチャクラがよく開いてくるんですね。で、その宇宙からのエネルギーを受け取る練習するときに、私たちがよくやってしまうのは、クラウンチャクラからも受け取ろう受け取ろうとばっかりしてしまうんですね。だけど、私の経験からも思うんですけど、受け取ったエネルギーはですね、流していかなきゃいけないんですね。で、いや、余計なエネルギーはですね、全部地球に流していくことで、エネルギーの流れができるわけです。愛もエネルギーですから、循環しないといけないでしょ。だけど、なんていうのかな、グラウンディングするエネルギーがなくなったときに、受け取ったエネルギーを外に出すことができなくなってしまうので、体の中のエネルギーが循環しなくなって、そうすると、やっぱりこれ以上受け取れないので、チャクラが全部閉じてしまうんですよね。だから、やっぱりグラウンディングをするっていうことは非常に大切なんです。よく、なんていうかな、電気製品なんかでも、アースっていうのをつけるじゃないですか。で、アースっていうのはアースなんですね、地球とね。で、なんか、
変に電流が、電気もエネルギーでしょ？で、電流がわっとこう、たくさん急激にかかってしまったときに、そのまんまにしておくと、その電気の電子レンジでも何でもいいですけれども、そういう機械がですね、壊れてしまうんですね。だから、何かの事情で電気が突然バッと入ってきたときに、それを逃がしてあげるように、アースという形で地球とつなげてるわけですよ、地面と。そうすると、そのエネルギーがさっと流れていくので、きちんとその電気製品に変な負荷がかからなくて、守られていく。それと同じですよね。だから、やっぱりグラウンディングのエネルギーが必要な時、あの、がない。やっぱりね、頭のばっかり使っていろいろこうしてて、ちょっとエネルギーが停滞気味だよっていうメッセージだと思うので、私もそうかもしれないなと思ってですね、またしっかりとですね、このスモーキークォーツを使って、で、スモーキーっていうぐらいでしょ、煙ってやっぱりものすごく浄化をするんですよね。で、お線香とかそうでしょ、あとよく石をこう浄化するときなんかですね、白セージをですね、ホワイトセージをこうよく燃やしますよね。と本当に素敵な煙が出てですね、本当にこう、綺麗になったっていうふうになります。ですから、それと同じですかね、スモーキークォーツというのは、そんな役目をしてくれる石ですね。で、ちょっとここに私、本当にスモーキークォーツが好きなので、一つね、なんかちょっと大きめのスモーキークォーツを持たれてね、瞑想なんかするときに持つのもいいと思うんですけど、あとは小さいクォーツ持ってるといいと思うんですけど、これで実は私の宝物で、全部そのブランデンバーグというところの、ナビビアにある石なんですけど、クォーツ、本当にいいエネルギーなんですよね、このクォーツ。で、そこのものをこう私集めてたんですけど、その中のこの、スモーキークォーツですね。で、これなんかも本当に、中にはですね、こういう濃い、これはちょっとクォーツじゃないんですけど、こういう、これツインクォーツになってますけど、かなり濃いラディエーションしてるのもありますよね。それから、それが本当に、これなんかもそうですね。綺麗でしょ？ですから、その放射線がどのくらい浴びてるかでですね、いろんな、クォーツがあるんですけど、とにかくスモーキークォーツは素晴らしいエネルギーなんですよ。なんて言うんだろうな、本当にエネルギーをこう浄化してくれるし、つなげてくれるし、しっかりと足元を見てですね、なんだろう、頭がごちゃごちゃこう回ってしまうような時もですね、スモーキークォーツをしっかりこう触ってですね、で瞑想するとですね、地球とつながったイメージができてですね、その頭だけがガチ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 いくのもこうスッとこうチャッティングが止まるしね。ですから、ぜひですね、スモーキークォーツ、いくつかお持ちになってですね、グリッドを使うとかですね、こういうちょっと頭ばっかり使ってしまったお疲れになっているような時はですね、このスモーキークォーツで瞑想してみるというのは非常にいいんじゃないかなと思います。はい。で、これ惹かれた方はぜひですね、自然と触れてみて、そしてスモーキークォーツと一緒になってですね、少しグラウンディングをするエネルギー、つまりエネルギーの循環をして、余計なエネルギーはどん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 出していかないと、チャクラが閉まってしまいますのでね、そこがすごく大事だよということで、お話ししました。そうですね、受け取るのもそうですよね。欲しい欲しいと言って受け取ったものをですね、貯めてしまうと受け取れなくなってしまいますよね。受け取った後に、それを今度はどんどんまた回していくことで、エネルギーというのは回っていくのでね、ブランディングのエネルギーというのは、そういった意味で、エネルギーを循環させていくときに、とても大切なキーワードだと思います。はい。それでは、
素敵な1週間をお過ごしください。どうもご清聴ありがとうございました。